女優、剛力彩芽、26、と交際中で、富豪としても知られる、株式会社、ZOZO 代表取締役社長、前澤友作氏、43、が5日夜、自身のツイッターで、100人に100万円をプレゼントすると宣言した。参加すれば、誰でもチャンスのある太っ腹なお年玉に、当該ツイートは6日には300万リツイート、再投稿を突破し、国内史上最高と見られる数字を記録。様々な試みで、字の人となっている前澤氏が、新年早々注目を集めている。プロ野球参入や月旅行計画など、常人では想像もつかない発想を、次々と公表する前澤氏が2019年の一発目に、出したアイデアは、総額1億円プレゼントだった。前澤氏は5日午後10時35分に、ツイッターを更新。ファッション通販サイト、ゼストウンの、新春セールが、史上最速で、取扱高100億円を突破したことを記念して、僕個人から100名様に100万円を現金でプレゼントしますと書き込んだ。条件は7日までに前澤氏のツイッターをフォローした上で、当該ツイートをリツイート、再投稿するだけ。選考方法や発表の時期などは明記していないが、当選者には前澤氏からダイレクトメッセージが届くという。企業のキャンペーンなどでも同様の企画は見られるが、一度に100人となると極めて異例。しかも、あえて僕個人と書いていることから、前澤氏が独断で決めたものと見られる。個人からのプレゼントとなれば、贈与とみなされ非課税となるが、ZOZO のイベントの一環とみなされると100万円は一時所得となり、所得税が引かれる。ツイッターのアカウントさえ持っていれば、誰でも参加できることから、フォロワー数とリツイート数は急増。フォロワーは6日未明に100万人、同日昼頃には200万人を突破し、7日午前0時現在では346万人となっている。リツイート数も300万を突破しており、これは一つのツイートに対するものとしては、国内最高と見られる。前澤氏は、昨年8月、2018年末までに、フォロワー数百万人を目指していますとツイート。10月中旬は46万人で、みんな助けて、と呼びかけていた。今回のツイートがされる直前も50万人超だったが、250万人以上を積み上げ、6日遅れで目標達成となった。ただ、前澤氏のツイートは、ツイッターの運用ルールに引っかかるのではないかとの指摘も出ている。ルールでは、アカウントへの反応、フォロワー、リツイート、いいねなど、を、購入、販売、または、作為的に誇張しようとした場合をスパム行為とみなし、禁止している。前澤友作、前澤、友作1975年11月22日、千葉県鎌ケ谷市生まれ、43歳。双日卒業後に渡米したのをきっかけに、輸入 CD レコードの販売を開始。並行して、バンド活動を行う。98年5月、有限会社スタートトゥデイを設立。2001年に、バンド活動を休止し、経営に専念。アパレル関連の取り扱いを始め、4年に、ファッションブランドを統合した通販サイト、ゼストウンを開設。7年12月に東証マザーズ、12年2月に東証一部上場。18年10月、社名を ZOZO に変更。